もはやもう僕の制作ってもうパソコンが1台あれば済むんですよねで、まあ、基本的にじゃあパソコンで何をしているかというと、まあ、作品の全体のこうイメージ図を、まあ、一視点だけ、まあ、こうある種絵的にこう作り込んだりとかするんですけど、まあ、ただこれは制作に必ずしも僕にとっては必要なプロセスというわけではなくてもうイメージとしてはもう完全に自分の中に存在しているので。 まあ制作依頼するための図面をこうパソコンで作るっていう、まあ、それが僕のまあ制作の主たる部分というか一番最初に生まれたイメージを基本的にもう崩さないんですよねそれがまあ配置も含めて崩さない普通はやっぱ練、ねね、っていくと思うんですよ本当にこれはこの位置でいいのかとかそういうのを考えていくとなんか最初はすごくフレッシュでなんか独立したイメージだったのに。 なんか特定のルールに気づいたら沿ってたりするんですよね。すでにあるやり方みたいなのが、思考することで混ざってきちゃうと思っていて、自分は。なのでもしもこう現場でやっぱこっちの方がいいかもって思っても、その判断は基本的には採用しないんですよね。一番最初にここだって思ったその感覚的な部分で配置された状況の方が、新しい何かになれる可能性がこ十二分にあるというか。